みんな義理の髪飾りってのは知ってるか？ああ、友達の友達から聞いたんだけどな。糸飼いなをやるにおいて、好きな女が二人以上いる男は最終的には本命を一人に絞らなきゃならない。そんでもって結果的に本命で亡くなった女はお詫びとして髪飾りをもらうんだってさ。それが義理の髪飾りって言われるらしいぜ。なんだか悲しい話ね。本命で亡くなった女の子の方が。そうだな。ところでマナリ、その話の由来って知ってるか？知らないよ。それじゃあ教えてやるよ。数年前にさ、ある男が3人の女を好きになったんだってさ。それでそいつはどうしても一人に絞れなかった。結局糸飼いなの時に渡す串を3つ作って3人の女の子に渡したんだってさ。優柔不断な男だね。最悪。そしたら運悪く女は3人とも男の告白を受け入れてくれたそうだ。ひどい。それって完全な三つ股じゃない。だけどそのことが後でバレて、女3人は怒って誰か1人を選べって言ったんだ。そりゃ怒るでしょうね。で、困った男は結局誰も選ぶことができなかった。で、その時男がそれは義理の髪飾りだって言ったらしい。それが義理の髪飾りの始まりってわけか。まあ今は義理の髪飾りをあげる風習はなくなっちまったみたいだけどな。しかしその男ダメ人間だよな。俺みたいに一人を選べばいいのに。それってどういう。どうしたのナコルル。ごめんね、ちょっと用事を思い出したの。みんなはこのまま話を続けてていいよ。ナコルル、何かあったのかな。さあな。いつになく無口だったけどな。しないわよ。本当にあのミコのお仕事があったの。それだけよ。Thank you.
ありがとう。自然とね、話をしていたのよ。お話？何を？巫女として私はどうあるべきか、そういったこと。あなたにはまだ難しいことよね。巫女として？巫女は自然と共にあり、自然のためにある。そのことを忘れないためにお話をするのよ。そんなことよりも、お母様、父上が呼んでいたよ。父上？ああ、あの方をそんな風に呼んでるのね。うん、だって本当の父様みたいだし。お母様と父上が結婚してくれればいいのに。まあ、ダメかな。そうね、巫女が夫を持つことはできないから無理ね。巫女はみんなのもの。
誰かのものにはならない。そういうことだから。お母様、どうしたの急に。今お母様が泣きそうに見えたから。泣かないで。泣いたりしないわよ。そう、泣かないわ。私は大丈夫よ。今ならお母様の気持ちがわかるわ。この大自然を守るため、みんなの幸せのために一人でも歩いていける。味方？いつからこの森にいたの？あた、それじゃあずっと見てたの？すぐってわけにはいかないの。ミカトがもう少し大きくなったら教えてあげるわ。そろそろ家に帰りましょう。リムルルが目を覚ます頃だわ。だけどもし起きちゃって私と味方がいなかったら。急ぎましょう。
しょ。いつからそこに？やだ、ずっと見てたの？恥ずかしい。ありがとう。歌は大好きだよ。きっかけ？しちゃおっかな。って言われても初めはそんな気になれなくて、そんな時ね、私が口ずさんでいた歌を好きだって言ってくれたの、ヤンタムが。何もなかった私にもまだできることがある、それが歌だったの。
私の居場所みたいなものかな。その時のヤンタムの言葉が私の中ですごく生きる支えになって、頑張ろうって思えるようになったの。ヤンタムが好きだって言ってくれた歌をずっと歌い続けたいと思った。だから一生懸命練習するようになったの。って、あ、私たらなんてこと口走ってるのかしら。でも、きっと私の歌は届かないよ。ヤンタムに聞いてもらえることはないと思う。そうだね。そうだといいな。